皆さん、ハロさっき受け入れることのラストの動画を撮ったんですけど、撮りました。で、ちょっとアフター、アフターで、私の仲間と共に喋りたいと思います。で、こちら2000、多分今から10年以上前、武蔵小杉のグランツリーのアフタヌーンティーにいたうさぎさんと、こちら2017年、2017年、アメリカのセドナのホーリーチャペルにいたクマさん。です。よろしくお願いします。で、さっきの動画、さっき撮ったんですけど、まだ上げるかどうか決めてなくて、あまりにちょっと興奮してて息が荒いのと、荒かったんです、見返したら。で、なんかいろいろ大丈夫かな、喋ってることもって思って、ちょっとまだ決めてないんだけど、これが上がったってことは無事その動画も上がったっていうことで、で、ずっとね、その受け入れること、1、2、3来て、で、4、そのラストが取れなかったですよ。取ろうという気も起きなくて、で、その間に、さっきの動画でも話したみたいにいろいろ起きてたんですけど、で、ついこの間、11月に入って、そこでもう本当に最悪にショックなことが起きたんですよ。私自身のことでね。で、ものすごく落ちて、動揺して、してて、今も、問題ないとか全然思えない。で、悲しいというか、悲しみ、痛み、痛い、その痛みで、後悔で、それからもう自分自身を責めてる私っていうのが、もう今いて、いるんだけど、もうそんな今、なぜかその受け入れることを、
そう、受け入れることのラストが浮上してきて、で、そっか、今なんだって、うん、そう、不思議なことに、で、改めて、そう、自分で今日喋って、その動画を撮って、いや、これはもしかして今の私に向けたメッセージなのかなって。今感じてる私がいる。で、うん、まあ、まだあげるかわかんないけど、本当に、取れてよかったな、うん、で、そのメッセージ、まあ、私自身にもだし、これを見てくれてる人にも、最後もう一度、伝えます、うん、人間であるっていうこと、私は、あなたは人間です。人間であろうとしなくていい。私もあなたも人間なんです。ね、はい、っていうことで、じゃあ、この、そう、その受け入れること、動画撮れたのは、私だけの力じゃない、うん、なんで、改めて本当にありがとう、うん、ありがとうございます。じゃあこれで終わります、こちら、神であるホーリーベアと、神父、神と人間をつなぐ神父である白いウサギでした。そして人間の私、はい、
今日はここで、また出ます。じゃあねー、バイバーイ。